後藤森成は、非然国福江藩十代藩主、後藤家三十代当主、生後位、死爵。文化十三年四月八日、第九代藩主、後藤森重の長男として生まれる。聖母が即室だったため、文化十五年二月十日に、正室の養子となり、文政三年二月十四日に正史に指名された。文十二年十二月二十四日に、父が居したため、 家徳を継いだ。監視和歌、俳句に造形が深く、別荘として、小月園や、フロ案を設けて、極水の園を催すほどの教養人でもあった。高下3年から、家臣の六高改正など、人事改革を推し進めた。幕末期に入ると、もともと外国船などで、解剖問題が高まっていたことから、上位思想が高まっており、開盟2年、幕府より、 国防強化のために、石田城追記の許可を受けて、文久3年に完成した。安政五年に1月21日、三卵、生徳に家徳を譲って隠居し、二の丸に因伝を増留し、新寺外家を中心とする臨戦式庭園を併設した。現在、この石田城後藤市庭園は、国指定名称となっている。しかし、生徳が病弱だったため、 事実上の失政者としてなおも実権を握った。明治13年には生後位に助せられた。明治23年4月16日に即居した。去年75、現存に後藤隆介がいる。ありがとうございます。